おはようございます。おはようございます。今日はどちらにお出かけですか？東京。何しに行くんですか？動物園見に行きます。何が見たいですか？ゴリラ。楽しみ？楽しみ。はい、次は新町です。お客様にお願いします。今グリーン車乗ってる。車内では贅沢だね。贅沢だ。誰もいません。うちらだけです。美味しそう。超美味しそう。イギリス、インド。イギリス、インド。インド料理みたいな。色がそう。お食べ。お食べ。ごちそうさまでした。食べすぐじゃん。何隠したの？何隠したんだ？おい。何隠したんだよ。隠したものを出せ。出さない。け？疲れた。7分ぐらいしか歩ってないけど。行きますか？うん。パンダ40分待ちです。やばいな。大変だったけど、髪の毛焼けてたけど、マジで暑すぎて太陽が当たってて、
がさ短くて可愛い。うん。何買ったんですか？これ。何それは？オオカミ。そして人生なんて海の波のよう。こちらに来たらあちらに帰るだけさ。死ぬまで生きていこうぜ僕らは。家を直したり歌を歌ったりしてたら人生なんてあっという間さ。生きてるだけでやることは多い。今日も世話しないがハッピーです。物や耳に聞こえない声に鈍感になってやしないか。スレション行って悪口言う。下びた人と飲む酒も時間もない。11,925日前、愛国病院で産声あげた僕の顔に。パパ飲んだったか、ママ飲んだったか、何べん心の中に聞いてもわからないけど、息吹を入れてくれたから、今日も僕は生きてる。そして銀河の果てまで行けそうかい。次の輪廻も楽しめそうかい。次は何に生まれ変わるのだろう。それを楽しみに今を生きれるかい。命味わい尽くして終われるかい。終わるため生まれたんだ僕らは。釣り糸垂らしてたら人生なんてやっぱほんとあっという間さ。遊び足りないくらいでちょうどいい。楽しみは次にも取っとこうぜ。目に見えないものや耳に聞こえない声に鈍感になってやしないか。ツレション言って悪口受けびた人と飲む酒も時間もない。なぜ旅を続けるのですかと聞かれたら、旅を終わらせるためと答えます。終わるために始めなきゃ、始めるために終わらなきゃ。全部揃ってから旅に出るというのかい。やそれじゃいつまでも旅に出ないってことですか。せっかく手ぶらで生まれ
ざる者の強みはきっとある。死ぬ気で言ってみな死なねえから、だって僕も生きてる。やっぱ死ぬことのほかはかすり傷、やけ酒の味だってもっと楽しめる。死ぬまで生きていこうぜ僕らは。空気なんて読まずそのままで It's alright。 派手にワイプアウトバックラッシュ It's alright。 涙拭いて笑おうぜ僕らは。銀河の果てまで行けそうかい、次の輪廻も楽しめそうかい、次は何に生まれ変わるのだろう。それを楽しみに今を生きれるかい、命味わい尽くして終われるかい。終わるため生まれたんだ僕。